出身の最強で、ベッドスコアは65になります。得意なクラブはパターです。今日はプロテストを子供で受けるので、いいよ、うまくして終わってくれたらいいなと思います。すごい風だね今日、はい、やばいねこれ。千葉選手、千葉ゆきの選手、現在ポイントランキング3位、15点で、来年の、出場権が入ってますということで、アメリカ目指してくれます。頑張ります、はい、ありがとうございます。埼玉県出身の坂井瑠奈です。ベストスコアは65で、得意なクラブはドライバーです。今日はちょっと風強いんですけど、テストのシミュレーションだと思って頑張ります。はい、酒井選手、現在、ポイントランキング7位47点なんで、今回今日上位に入ればまたトップ3に入れるんで、はい、頑張ってアメリカ目指して頑張ってください。ありがとうございます。はい、おはようございます。瀬賀桃香です。出身は新潟県になります。ベストスコアは63ですね。はい、得意なクラブは、フェアウェイウッドが使う回数が多いのでフェアウェイウッドかな。今日の報告、今日はそうですね、プロテストの会場でやっていただけるので、まあ、いいスコアで回れるように頑張ります。はい、セガモーガ選手、現在、ポイントランキング2位、なんと2位、57点、はい、維持して来年、ミッションヒルズ会場、はい、よろしくお願いします。有本、はい、カレンです。京都府出身です。ベストスコアは65です。得意クラブはドライバーです。今日はバーディーをたくさん取れるように頑張ります。はい、現在8位、ポイントランキング8位、46点だけど、はい、今日上位いけば、3位、2位、1位にもなれる可能性があるので頑張ってください、はい、アメリカでやりましょう。おうフューチャーズトーナメント始まります。2組目、ポイントランキング上位の選手を中心に撮影していきたいと思います。千葉選手、ドライバーです。よいしょ、ど真ん中、坂井瑠奈選手、私が昨日ゴルフしている時に会いました。こちらでキャディーをしております。坂井選手、ちょっとドローがかかりすぎ、バンカー方面に飛んでおります。セガ桃香選手、ドライバーです。よいしょ、ど真ん中、有本カレン選手です。プロテスト落ちた悔しさをインゴルフでのアメリカ決勝戦に出場すべく頑張るそうです。これはちょっとドローがかかりすぎというか、ヒップターンが遅れて左ラフになりました。坂井選手、ちょっと服がかかりすぎましたが、残り160ヤード、足がバンカーの縁にかかってちょっと打ちづらそうです。やはりフルスイングはできず出すだけという形になりました。菅原岡選手、残りこれも160ヤード、グリーン右ラフです。ピンの左に向かってスライスがかかって筋ってます。ナイスショー、ちょっと大きかったようです。でバイソン、千葉選手、約140ヤード、
ちょいアゲンスト。ピンに向かって筋ってます。距離は、あ、ちょっとショートでした。風の強さ、かなり風が吹いてきています。坂井選手、アンラッキーなアドレスで出すだけとなってしまいました。残り180ヤード。ピンの右に向かって飛んでます。若干のショートとなってしまいました。千葉選手、110ヤード。寄せたいというよりは入れたい距離です。フックラインです。ナイスアプローチ、坂井選手。ねじ込んでパーなるか。ナイスアプローチ。残念、ボギースタートになってしまいました。張本香苗選手、13、4メートルのアプローチです。残り160ヤード。 UTT で打ちましたが止まらずオーバーとなりましたが、グッドタッチでナイスパーです。スウェーダー選手、唯一のパーオン。惜しい、ナイスパー。さあ千葉選手、50センチ、ナイスパー。ブランのパースタート。千葉選手、狙い目は、右スロープの下5分の1くらいが狙いです。ちょっと左に行ってしまいましたが、フェアウェイをキープしております。ナイスショー。うん、ナイスショー。フェアウェイ左、ナイスショットでした。フェアウェイ左、ちょっと坂井選手、さっきからフックがかかりすぎております。2番ホール、坂井選手、ちょっと曲がりすぎてラフに入ってしまいました。128ヤード。ピンに向かってドロー。あー、ちょっとオーバーです。ちょっと大きかったです。上空風が吹いているか。これも130ヤード弱。これはピンに向かってまっすぐ飛んでいます。距離は、ナイスショー。バーディーチャンスです。アヨン選手、約125ヤード。これもピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショー。これもバーディーチャンスです。さあ千葉選手、ドローが勝ってピンの左、ナイスオン、ナイスショー。バーディーチャンスです。坂井選手、ファーストカットを少し超えたラフに入ってしまいました。10ヤードです。ちょっとショートか。10メートル、バーディーパット。
ナイスパー。ありがとうございます。アリブです。フックしない。さあ、アリブとカレン選手。さあ、おいしいバーディーになるか。読み切れず。ナイスパー。お願いしていいですか。ナイスセーブ。全員パーでした。ナイスパー。3番ホールにやってまいりました。ちょい打ち上げ、ね、160ヤードのパーセーブ。右から左の風を読んでドローがかかりショートです。ナイスオン。ナイスオンです。堀本カレン選手、風の具合を見て番手を上げました。ピンの左、グリーン左。ナイスオン。さあ、ソメリナ選手、向かってまっすぐ、距離はナイスショー。よいしょっと、ショートカム。千葉選手、一番最初に打った藤井坂健か、かなりアゲインストの風が入っていました。約15ヤード、止まるか。大きかったですが、超えなければ入らないゴルフの鉄則です。ショートするよりは超えましょう。さあ、有本選手バーディーパット、下りのフックライン。ナイスパー。さあ、セガ選手、このバーディーパット、下りのスライスライン。読んだか、惜しい。坂井選手、バーディーパット108メートル、打ち切れませんでした。ナイスパー。ナイスパー。ナイスセーブ。